6月23日、ホークスファンは思い出した。奴らに逆転されていた恐怖を、千葉の中に囚われていた屈辱を。6月23日、千葉ロッテとの試合。9回2アウトから守護神オスナが、4番、外に逆転スリーランホームランを打たれた。打ち方的にファウルかと思われたが、なんと、ライト方向のテラスに入ったのだ。千葉ロッテ、ライト方向、劇的ホームラン。ホークスファンの脳内に記憶が蘇る。一つ目は2022年、10月2日。この年ホークスは、オリックスと熾烈な優勝争いをしていた。残り2試合をホークスが連敗、オリックスが最終戦を勝利する以外ではホークスが優勝という条件だった。しかし、前の試合で西武の山川にサヨナラホームランを許し敗戦。この試合でも負ければ優勝を逃すという大事な試合だった。この日の試合、ホークス2点リードで迎えた6回。ノーアウトランナー1、2塁にして、バッターは山口。泉が放った高めのボールをライト方向に弾き返す。その打球はライトスタンドに入り逆転スリーランホームラン。結局、ホークスは試合に敗れ優勝を逃した。泉もこのトラウマを払拭できずに、7日はわからないが、2023年は活躍できずに終わり、オフに巨人へトレード移籍。現在新天地で輝いている。二つ目は2023年、7月24日。この日、ホークスは11連敗で迎えた試合だった。1点リードで迎えた9回、2アウト。マウンドには守護神オスナ。バッターは角中。角中を抑え連敗ストップ。になるはずだった。打球はライトへ。ライトへ。どうなんだ。角中の打球、入ったー。まさかの逆転サヨナラツーランホームラン。ホークスは12連敗となってしまった。野球は2アウトから、を痛感した試合である。最後は、同年の10月16日のクライマックスシリーズ。ホークスの3点リードで迎えた10回、ベテランの角中、荻野がつなぎ、バッター藤岡、つもりが投じた初球を捉えて、ライトスタンドに運んだ、同点スリーランホームランを浴びてしまう。この試合、結局、安田がサヨナラタイムリーを打ち、ホークスは敗戦。そのままシーズン終了となった。このように毎年、千葉ロッテはホークスファンに深く残るトラウマを植え付けるのだ。しかも全部、ライト方向にぶち込むのが面白いものである。私は、角中対オスナになるたびに何か起きそうでヒヤヒヤして見ている。今年は優勝してトラウマを払拭したいものだ。それでは。